そうせかすな、金運に玉と。だって、凛様の子供が生まれちゃうよ。わかった、わかった。生まれたら、翡翠なんかより、うーんと可愛がってあげるんだ。そういえば、サンゴと翡翠はどうした？母上はカゴメ様を呼びに行った。カゴメちゃん、そろそろみたいだ。わかった。カゴメちゃんは大丈夫？もうすぐなんでしょ？楽しみだね。ありがとう。つわりもないし、お腹も目立たないでしょ？そうだね。でも、足元には気をつけてよ。母上、カエル様が手伝ってほしいことがあるって。そう。ああ、私は大丈夫。後から行くから先に行ってて。そう、本当に気をつけてね。月が欠けてる。おかしいわね。今夜は満月のはずなのに。そっか、今夜は月食なんだ。地球の影が月を覆って暗くなるのよね。カゴメ様。あ、リクと申します。リクさん、私どこかで会ったことが？いえ、初めてです。だったらどうして私の名前？始魂の玉に正しい願いを言って浄化させた伝説の巫女。あなた様の噂はあなた様が思っている以上に世間に広まっているんですよ。そう、私に一体何のよ？かつてない天変地異が迫っております。500年に一度、妖霊星と呼ばれるほうき星が近づいているのです。ほうき星？厄介なことに、その妖霊星からは大きな破片が落ちてくるのです。500年前、まだ貴族が世の中を治めていた頃の話でさ、戦や飢饉が重なってたくさんの人間が死んで、その分妖怪たちが一気に増えましてね。それらを統治する大妖怪が西と東に現れました。一人はカゴメ様もよくご存知の